グリッドはチューニング費用の逆ポール、迎え撃つ最速マシンはその後ろ、ポールはノーマルインテアン。今回は基準車としてエントリー、完全ノーマル車です、オーナーカー、独車の車です。なんでチューンドカーがどれぐらいの勢いで抜けるか、まあ、抜かれながらこの車のノーマルの評価と抜いてった車の評価をしたいと思います。2番手はスプーンのライトチューン。筑波8秒台がターゲット。エンジンは給排気プラスコンピューターのみ。車高調とクロスミッションがこの車の武器だ。軽量化は一切なしというのも見逃せないポイント。ドライバーははっちゃん。ちょろっとチューンの、これはスプーンのインテグラですね、まあ、タイヤノーマルですし、大体、まあ、インテグラを持ってる皆さんができるぐらいのチューニングしてあります。ジェイズライトチューンが3番手。この車も筑波8秒台を狙った仕様。エンジンは定番メニュー。足はやや固めにセットし、機械式 LSD を生かすセッティング。軽量化とボディ補強が関西流だ。ドライバーは山地選手。はい、もともと素性のいいインテアールライトチューンです。まあ、エンジン給排気系のチューンですけれども、まあ、足回りがあんまり良くなってないんで、どれぐらい速くなるか分かりませんけど、頑張ってみたいと思います。ボズスピードターボチューン。快適性と速さを低コストで実現。ガスケット交換のみで本付けターボ。あとはコンピューターとラジエーターに手を入れ270馬力を達成。ベースエンジンの耐久性と素性の良さの証明か。担当はドリドリ。さあやってまいりました、ナイトチューンインテアール。まあ、対決としてはね、ガンさんのメカチューンでしょうね、これターボチューンですから。あとはこの S タイヤを履いてノーマルの激速軍団をね、どこまでやっつけられるか、この辺が楽しみじゃないかと思います。インテの最後尾はスプーンの怪物マシン。筑波5秒台を狙うスプーンフルチューン。エンジンは2リッター化され220馬力を発生。回答性を上げるため前後異形サイズのタイヤを装着。軽量化も行われたサーキットスペシャルだ。ドライバーはガンさん。今回僕が担当するのはね、これはスプーンのフルチューンインテグラ。さっきね2周ほど乗ってね、すごく、バランスもいいで、まだシートポジションが合ってなかったんでね、ちょっとタイム的にはイマイチだったんだけど、とにかく6秒台で今日走ってるんで、そのドライビングプレジャー、楽しさ、それでこの車のチューニングのバランスの良さみたいなところが説明できて、それで映像に見えればなと思ってます。結構早いと思いますんで、僕自身楽しみにしてます。最速軍団トップはランエボ。ランエボのノーマルのノーマルタイヤなんですけども、まあ、価格も安いんで、まあ、中古のインテアール買っていろいろジルよりこれを買っちゃった方が安いんじゃないかと思うんですけどね、まあ、ただ向こうは S タイヤですから、ノーマルタイヤでどれぐらいの差がつくのか、あとどこでどういう差がつくのかってちょっと見てみたいと思います。 GTR はこの位置。なんか前の方にねちっちゃいインテがいっぱい並んでますけど、いくらフルチューンだライトチューンだって言ってもやっぱり280馬力 4WD の GTR でしょう。最後尾は NSX。 はい、どうも、今回脇坂 NSX 担当です。全部ノーマルなんですけど、チューニングしたインテグラに国内最速軍団の速さを証明したいと思います。さあ5ラップのバトルスタート。270馬力の VTEC ターボパワーで土屋選手が大外なり。それではスタートリプレイ。あ、クラッチひっついちゃった。
ックを死守。あ、爺様、危ない危ない危ないよ。スタートから加減してくれっつうの。ちょっと今時こんな青い排気ガス撒き散らした失礼はダメだぞ。国産最速軍団が早くもインテ軍団に襲いかかる。ポジショニング悪かったな。ほら、スプーンのフルチューン、ノーマルをパース。スプーン安定してるね。あ、土屋さんも来ちゃったよ。タクちゃん、永遠のライバルよ、僕とタクちゃんは。ライブは仕方ないよな。ま、ちょっとクラスが違うからね。なんちゃって、ハザードは元に戻すよ。ちょっとアンダーが出ちゃうけど、ノーマルよりはやっぱり早いぞと。脇坂 NSX はまだまだ6位を走行中。しかし、ストレート1本で一気に差を詰める。これね、すごいギアがいい感じ。最終コーナーだけちょっと合わないんだけど。1ヘアピンでアウトから仕掛けた11選手。しかし、80馬力のパワー差で NSX もあっさりと抜いて、デイズのライトチューンが続く。でもノーマルのインってほら早いじゃない。ほらほら、15インチタイヤのジェイズをノーマルが追い詰める。一方こちらはトップ争い。真剣だぞと、なぜか今回も絶好調のガンさん。どんどんでも遜色なく、いい感じなんだけどね、これもね。やっぱアンダー強い。さあ、ランエボから逃げろ。前の2台は S タイヤ、中谷蘭恵も追いつけるか。4位争いは GTR がスプーンのライトチューンを捉えた。ブレーキ効かねえんだよ。早いんでないかい。爺様いただき。危ない危ない危ないって、そんな寄せたら。静かに静かに。お、早い早い、思ったより早いよこの車。うわ、横にいるとアンダー出せねえ。はっちゃんアウトで踏ん張る。あーけど、押すよ。なんか超頑張り屋さんじゃないこの車。あんなストレート速いとは思わなかったよ。 GTR だよ相手は。これタイヤもノーマルだし、ちょろっとチューンだよ。かぶっちゃう、かぶっちゃう。なんで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 。ブレーキ収束や。怖え。遜色ないっていうのは正直なところだね。
3台は気温も湿度も高い中6秒台のバトル。おお、エンジンが変になっちゃったぞ。おと、スプーンフルチューンにトラブル発生か。いや、ランさん大丈夫そう。おお、嬉しい。このインテ速い。ちょっとアンダー出ちゃった。 NSX なかなか追いつけない。さあファイナルラップ、筑波初走行のモズスピード号、百戦錬磨のスプーンを捉えられるか。ライブ早いじゃん。OK だ。もうこっから大丈夫だ。こっから離して。ライブ早いじゃん。受けてればな、これも。OK だ。OK だ。OK だ。ああ、ブレーキ効かない。中谷ライエボチャンス。ブレーキングでいいえ。いけるか。早いな。ドリドリターボパワーでなんとか抑えて2位をキープ。トップは NA220 馬力のコーナリングマシン、スプーンのフルチューン。ライトチューンの2台も国産最速軍団に全く引けを取らない速さを見せた。途中でね、エンジンがね、吹かなくなっちゃってね、それで別に遊んでたわけじゃないけど、ケイチが来て、それでやばいなと思ったらまた治ってくれたんでね、それで治ればちぎれるんで、車がすごくバランスいい、乗りやすい。まあいろんな、同じインテ R をね、題材にして、いろんなチューンとノーマルとあったわけで、まあその辺を一人ずつ、つくばした印象をね、コメントしてもらいたいんですけど。ノーマルはですね、いつ乗っても、いつ乗っても楽しいですね、インテはね。11秒コンスタントですからね。はい。これは走行距離もかなり。3万6千ぐらい走ってるオーナーさんの車なんで、ね。その間はほぼ新車の時と同じ性能になってる。いつ乗ってもね、まず小気味、いつ乗っても同じパフォーマンスが出る。やっぱりベストマネージャー初代耐久王ですから、ね、それがこう経年変化してても落ちてないで、それに対して、まあ、各ライトチューンが、その次でゴールしたのは、はい、あ、インテこっちだ、こっちだ。僕はジェイジさんのインテライトチューンなんですけど、やっぱりノーマルと比較するとね、圧倒的に違うのはやっぱり LSD が効いてるとか、そういった機械的なものが圧倒的に速さには影響してるんですけど、エンジンのチューニングとかサスペンションのチューニングがそのタイヤが同じなんで、思ったほどタイムに影響はあまりなかったかな。正直乗ってる感じとしてはノーマルとそんな変わんないんですよ。別にこれ急に例えばアクセル踏んだらデフが効いてるなっていうイメージもなければ、すっごくね乗りやすい、普通なの。もうエアコンとか全部ついてる。エアコンも全部装備されてるし、そうするとこれもしかしてニューインテと同じぐらいの性能になってるのか、ね、そうそう。でやっぱり一番感じたのはシフトギア、クロスしてて、ギア控えたそうそう。だから多分ミッションが違うんだ。多分エンジン的にはジェイズさんの方が速いんじゃないか。どうだろう。ジェンズのライトチューンが9秒9秒。エンジンだけで言うとひょっとしてそうかもしれないんだけど、でもハットリノはね9秒9秒で来て、最後どんどんタイムが上がって8秒8まで行ってる。ギアですごく評判してるんだから、表面外距離で8秒台速いんですよ。だったら6秒ぐらい行ってる。ノーマルタイヤだ、うん、僕のターボ車で鉛かかってますね。鉛気知らないんですけどもね、金かかってますよ。え、270馬力、100万円。まあ、そこから行くとね、やっぱ落ちていくんですよ、タイム的には。6秒、6秒、7秒、7秒と、ね。これはね、ガンさんのとか、中谷が後ろから来てるのを見ると、俺のだけはどうしてもこうアンダーが強い。で、ガソリンが来なくなって、吹けなくなっちゃったりね。で、ブレーキが効かなくなっちゃったりっていう。ちょっと元々のターボ付きじゃないから、インタークーラーの配置とか無理があるかもしれない。そうですね。ターボ付けると馬力は上がるけど、ちょっと夏場辛いですよね。で、ガンさんのになると、はい、俺のはね、K1 のが270馬力に対して NA の220馬力なんだよ。でもね、トルクがあるし、
超クロスで裏で5速入るってことは、もうインフィールドもね、ヘアピンだけ2つかけて、あとは3、C なんで、そうすると繋がっていく。じゃあ、ハッサンと同じギア。多分一緒だろうね。俺も裏5速入ってる。ガンさんの場合はずーっと。立ち上がり、それでダンロップが速い、最終コーナーが速い。裏で5速入るの、うん。だからクロスミッション。NA って感じじゃないし、クロスミッション。220って感じじゃない。クロスは。NSX もね、そんな簡単にノーマルインテン抜けないからね。あ、そう。直線以外じゃん。ストレートだと簡単にポンとかわしてしまうんです。コーナーはちょっとあの意地悪なラインとると。かなり多分ちょっとじゃないの。それは自分の中じゃちょっとかもしれない。ということはノーマルのインテアルに対してノーマルの NSX はどこがメリットあるの？でもストレートでもうスッとだけ？だけ？直線だけですね。あとコーナーもだけだね。まあちょっと早いかなってコーナー。でもね、インテはね、旋回してる間は NSX とか GTR に負けてないんですよ。あ、そう。当然立ち上がりはパワーがないからやられるんだけど、ブレーキング終了してから曲がってる最中は。全然負けてない。ノーマルでね。GTR と NSX の間でゴールする。ああ。意外とね、僕ライトチューンだって言って、コーナーはすごい素早く取って、でストレートは遅いからだったら、このスプーンのね、インテはね、ストレートもね、ストレート結構いい。だから GTR に対してどうだろう。GTR の方がね、少しはストレートでいくんだけど、コーナー、高速コーナー、低速コーナーどっちが早い？コーナーね、やはりハイスピードとかはやっぱパワーあるもん、なんとかやっぱ押してくる。ただ小さいところは。やっぱ早いね。早い。得意なところと苦手なところが極端にあるのかな。そんなことないね。こうちょっとこっちの辺だったぐらいで、ちゃんとしたバトルになる。だいぶ立派だね、これ。ノーマルのくせに。だいぶね、でも今日スーパークロスのハイで、筑波にあんまり合わないギアなんで。あ、そう。それでもまあ、満足。ね、我々は S タイヤ履いてるんですよ。そう。で、激速軍団はノーマルタイヤでチャレンジしてもらったんですけど。まあ、やっぱりスーパーエルギー。ね。ターボード好きだった。